Let's go!
Come on, 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 come on
本気のはずないでしょ。 終わったか。今回はさすがに死ぬかと思ったわ。私はもう少しいけるぜ。まだ足んねえだろう。もう姉さん。まあ今回はサーヤだけじゃなかったからな。 Thanks a lot。 サーヤ、どういう意味？これからは一緒にいようって。違う、サーヤ、ほんと素直じゃないのね。サーヤちゃんとは正反対。違う違う、今のはありがとうって。お、 You are welcome。明日は雨かも。お前ら、
さんが言っていた新世界の照明って何だったんだろう。あんなオバハンが考えてることなんてわかんねえ。そうね、イミチ族と吸血族のための新世界、何のことだか。ち、詳しく吐かせてからとどめを刺すべきだった。みんな聞こえる？お、アンナか。やっと繋がった。カングラ、サーヤは、アヤは、サキは、4人とも無事なの？心配すんなって、4人とも無事だって。よかった。私たちのことより、外は、世界は今どうなってる？安心して、各国で発生した資料たちは一斉に消滅したわ。親玉であるあの女が死んだのが引き金になったんじゃないかしら。エヴァンジュ、一体何者だったんだ？4人が戦ってるうちに、私の方でもいろいろ調べてみたけど、興味深いことがいろいろと分かったわ。へ、聞かせて。まずあの研究所についてだけど、生物実験以外にもイミチ族と吸血族の血に関する実験を行っていたみたい。しかもカグラとサーヤがよく知ってる人物と一緒にね。え、私たちですか？そう、エヴァンジュはどうやらあのカルミラとつながってたみたいなの。あの野郎、あんだけイミチ族を嫌ってやがったのに。脅されて従わされていた可能性も考えられるわね。二人が協力関係にあったかはわからないわ。ただどちらにせよ、エヴァンジュはカルミラを利用することで新しい力を手に入れてたみたいね。新しい力？イミチ族のボーガと吸血族のデアドライブ、二つの種族が交わることで得られる新しい姿を彼女らはそう呼んでいたみたいね。あなたたちにも心当たりがあるんじゃない？あの姿がボーガ。そういうことか。なるほどな。カルミラのあの気味悪い姿はデアドライブだったってわけか。これでやっと説明がついたな。それよりアンナ、あのビルから落ちたやつは、あいつは。やっぱり気になるわよね。そうね、研究所から見つかった被験者名簿に彼女ミザリーの名前があったわ。ちっ、なんでこんなことに。2人がいつ出会ったのかまでは分からなかったけど、エヴァンジュが彼女を利用していたことは確かね。ミザリーさん、サキさんたちのお知り合いだったんですか？ええ、昔のね。マジかよ。私もまだ信じられないわ。あと、そうね、ずいぶん前に亡くなってるけど、エヴァンジュには妹がいたらしいわ。妹？それって、ちょっと皆さん見てください。あれ何なの？あいつら、資料は消滅したんじゃなかったの？また新手かよワクワクするな。ちょうどいい、物足りなかったところだ。最後の一仕事ですね。こっちは疲れてるんだ。花っから本気で行くぞ。姉さん、待って待って。私も。サキ、負けてらんないわよ。任せて。オーケー、 Bring it on!